GSX400FS インパルス GSX400 回は、鈴木が製造を販売していたネイキッドタイプのオートバイのシリーズ車種。GSX400 シリーズにおいて、GSX400E シリーズに続いて登場したのが1981年発売の GSX400 回シリーズである。モデルネーム末尾の F は4気筒エンジン搭載車であることを示す記号となる。 両車は、仙台車種と後継車種との関係ではなく、同クラスの別モデルとして並行してラインナップされた。鈴木初の 400cc4 気筒モデルとして登場し、GSX400 回には、翌1982年にツートーンの車体色とフロントフォーク周りを強化した GSX400 ファインが登場。さらに、同1982年に、 ファイをベースとした特別使用車 GSX400FS インパルスが登場。GSX400FS インパルスは、吉村と共同開発のサイクロンマフラーを装備する点が最大の特徴であり、ファイより3割き上昇させた 48PS を発揮するとともに、車重は 4kg 軽減させた 171kg となった。通称、 吉村カラーと呼ばれる黒赤のグラフィックとシングルシート風の新型シート黒色塗装仕上げとなったエンジンとマフラー塗装色を黒色から金色に変更した切削リムホイールなどスペシャリティにあふれるパッケージングで人気を博したなおインパルスのサブネームは後にブランド名としてシリーズ化された初代 GSX400FS インパルス以降2代目に 当たる GSX400X インパルス及び GSX400XS インパルス3代目に当たる GK79A 型の GSX400 インパルス及び GSX400 インパルスタイプス4代目に当たる GK7CA 型の GSX400 インパルス及び名称変更を受けたインパルス400と四半世紀にわたり インパルス歴代シリーズを形成した GSX400 回シリーズは、水冷化された新型エンジンを搭載する GSX400FW が1983年に登場したことにより GSX400E シリーズともども販売を終了した注釈出店。ありがとうございます。